ボラ焼き、イワガワ焼き、クマピーパ、大文字焼き、チワン焼き、アジマン、カスタードパンケーキ、しばらくチンコを、衛生まんじゅう、大根焼き、おばん焼き、あずま焼き、レバン焼き、柳まんじゅう、ちょっと最後もチーズき焼き、一番にしちゃう、ひずっと焼き、ああ、うそまんじゅう、カルチャー焼き、つぼら焼き、いわがわ焼き、くまピーパ、大文字焼き、ちわん焼き、あじまん、カスタードパンケーキ、しばらくちんこを、衛生まんじゅう、大根焼き、おばん焼き、あずま焼き、レバン焼き、柳まんじゅう、と最後もチーズき焼き、一番にしちゃう、ひずっと焼き、ああ、うそまんじゅう、カルチャー焼き、つぼら焼き、いわがわ焼き、くまピーパ、大文字焼き、ちわん焼き、あじまん、カスタードパンケーキ、しばらくちんこを、衛生まんじゅう、大根焼き、おばん焼き、あずま焼き、レバン焼き、柳まんじゅう、と最後もチーズき焼き、一番にしちゃう、ひずっと焼き、ああ、うそまんじゅう、カルチャー焼き、つぼら焼き、いわがわ焼き、くまピーパ、大文字焼き、ちわん焼き、あじまん、カスタードパンケーキ、しばらくちんこを、衛生まんじゅう、大根焼き、おばん焼き、あずま焼き、レバン焼き、柳まんじゅう、と最後もチーズき焼き、一番にしちゃう、ひずっと焼き、ああ、うそまんじゅう、カルチャー焼き、つぼら焼き、いわがわ焼き、くまピーパ、大文字焼き、ちわん焼き、あじまん、カスタードパンケーキ、しばらくちんこを、衛生まんじゅう、大根焼き、おばん焼き、あずま焼き、レバン焼き、柳まんじゅう、と最後もチーズき焼き、一番にしちゃう、ひずっと焼き、ああ。もしもし、あれ？聞こえますか？
哀愁、事故っちゃってましたね。すいません。あ、初見さん、こんばんは。初見なのに、失敗しちゃいましたね。すいません。はい、はい、失礼しました。ずっと一人で、悟空に話しかけてしまってましたね。今回は、スーパーマリオ RPG の、スーパーハイコン版をプレイしていこうと思います。何を話したか、覚えてないんですけど、一通り燃やせる限りもう一回話そうと思います。前回は、スイッチ版で、川下りまで進めました。で、アーカイブが残っていますので、よかったら見てみてください。今回は、前々回にスーパー、前回ですか。前々回の、スーパーファミコン版で、進めた、クロコまでですね。クロコ戦まで進めたので、その続きをやって、スイッチ版を追い越す感じで、行こうと思います。ここに進めていくという企画ですので、まぁ、ちょっと同じストーリーを繰り返し見ることになるかもしれないんですけど、まぁ、リメイク版とスーパーファミコン版の違いを楽しんでもらいましょうという試みです。で、で、アイドルの方なんですけど、これは、すいません、音声のミスで、本当は、右上に、これを出すだけのつもりだったんですけど、音が間違って流れちゃいましたね。失礼しました。それでは進みながら、またコメント、コメント、チャットですね。チャットの、質問答えたり、今日の動画のお話をしたりしていこうと思います。まず今日、アップロードした動画なんですが、今日はまず朝、イラストや3つでアニメクイズ、イラストや3つでアニメクイズですね。なのですが、皆さんどうでしたか？わかりましたか？今日のアニメのクイズは。ちなみに前回のアニメクイズは、正解が、ギャラクシーエンジェルでしたね。わかったことも結構、いたみたいで。ちょっと難しかったかなーって思ったんですけど。どうでしたか？そうですね。スイッチ版でここに隠し宝箱があるのを教えてもらったので、ここの上でしたね。お母さんがここに来た時に、上に乗って、あれ？これ、上にノックジャンプすると隠し宝箱を取れるはずでした。トウさんこんばんは。なんですけど、なかなか、いい位置に移動してくれないですね。ここでスイッチ版だと隠し宝箱がある場所を教えてくれるアイテムをもらったんですけど、スーパーファミコン版だともらえないみたいですね。これはスーパーファミコン版で隠し宝箱を探すのは大変だったから、救済措置で追加されたアイテムだったんでしょうか。ばあちゃんがいい位置に動いてくれないので、画面切り替えたら、って待ってた方がいいんですか？なるほど。じゃあ乗って、乗って待ちましょう。ああ、なるほど。乗ってたら動くんですね。どうやらスプレーの方がいらっしゃるみたいで。これで、取れました。あれ？あ、2回届かないダイヤにして。
一番で隠した宝箱を見つけたら、それを、スダンアイコン版でも回収するみたいな感じで、やりましょうか。あ。その、まるまるってもうやってますかって、ね、されてしまうと、その問題を出しづらくなってしまうので、それはできれば、Twitter の DM 等で、これとこの3つで、このアニメだとどうですかみたいな風に教えてくれると嬉しいです。配信で言ってしまうとネタバレになってしまうので。ちなみに、少女週末旅行は、見たことないですし、面白いって結構、5チャンネルで動画のスレッドを探してる時にも言われてましたんで、この店何の店？そうです。一応、アイテム装備屋さん、なんでしょうか。うわ、ふなめ。はい、大丈夫ですよ。次からお願いします。今何を言ってみたんでしたっけ？なんか、カチエドホナーの、グラフィックを、スイッチ版だと、かわいい、船っとく、ロンパクっていうか、スーパーファミコン版のポストしてはすごく、このロスクとかね、アネットカットンだと思うんですけど、あ、な。スーサーが、かわいいですね。まあ、レベル上げです。スイッチの時も同じこと言ってましたね。では、レベル上げです。確か、スイッチ版で、床の色が、あれですね、スイッチ版だとなんか反射して、大理石みたいになってましたけど、スーハイ版だとグレーの、月億前のメンバーに関しては、どうなんでしょうか。そこはまあ、皆さん次第と言いますか。あ、口部屋としても、一応用意している、という言い方するとあれですけど。あれ、ここに、キューキューいませんでしたよね。スーファミ版じゃない、スイッチ版だと。今のところ月100万円の方は、何のコンテンツもないので、早めにコンテンツを用意して、それからですね、ジワの月100万円の、はい、動画ですね、動画が、できたら、予告編というか、一部を、全員にお見せしますので、それを、見た上でですね、6万円、加入するかどうか、判断していただけると、まあ、正直安い金額ではありませんからね。入ってくださいとはなかなか言えないので、こちらの資金。まあ、良ければっていうことですね。スイッチ版だとこの後、ビーチ姫の部屋に行くと、おばあさんが全回復してくれるので、今は、回復アイテムを、ちょっと、温存して、素手で倒してます。素手というか、通常攻撃なんでしょうか。これ、スイッチ版だと、なくなってましたよね。スイッチ版でこのイベントを見逃した、そんなことないと思うんですけど、まあ、アイテム1個なんで、大丈夫なはずです。
倉庫ですね。地下にある倉庫に行くと、なんかアイテムがもらえるので、地下の倉庫に行って、アイテムをもらいましょう。声は物質リチャーを使わせてもらっています。まあ、物質リチャー使っているのには、いろいろな理由があるんですけど。な、声出しをするのはちょっとまだ抵抗があるということと、キャミンちゃんが、動画内に登場したときに、毎回声を当てるのが、難しいので、今のところは、つくよみちゃんの声、キャミンちゃんの声はつくよみちゃんの声ということで、しばらくは、いらせていただきたいと思います。わっ。あっ。アイテムもらえるんですね。このソーミニションでも少しステータスが上がるのは、この一番と同じなんですね。一応助けますか。この配信は2ちゃんまとめ業者がって書いてますけど、まあキャンプチャンネルは業者なのか個人なのか、果たしてどちらでしょう。まあこの辺もメンバー限定動画で明かす予定ですので、ご期待な、気になっている方、気になってない方、いや、そこいますんで、まあご期待くださいということで。で、この上、この上に何かあると。いう話なんですけどね。ここは逃げられないんですね。なるほど。あ、で、ST、他のゲームでいうところの MP を、この NP の上限を上げるやつを使うと全回復するみたいなので、一応一つ残しておきましょう。これで、無視に進みます。ここでお城が取られてるんですよね。まあ、この城、ルカナイトは、ピューピューしかいないんで。これ、あ。そういき、ちょっと守りが手薄ですよね。ちょっと、どういう風になってるかわかんないですけど、国が。ウルトラマンジーワンさん、こんばんは、はじめまして。配信来てくれてありがとうございます。で、ボス戦ですね。スイッチ側やったってのと、やっぱりちょっと、地味に見えてくるところは、今、本当はアクションコマンドが成功していれば、全部倒せたはずなんですけど、まあ、ここはしょうがないので、もう一回。今度は成功しましたね。
壁感ありますね、スイッチ版より。キワナポか。大きい炎みたいな感じでしたけど。こっちは画面全体が、こう、燃えてるみたいになるんで。壁だなーって。なんか、小学生並みを買わそうですけど。ホラミー感ってやつですね。楽勝コマンド難しいですね。ダメージは確率で増減したりしないので、サマリン PG は、まあ、リメイクが出てたのでやってみてますけど、今のところは面白いですよ。ただちょっと操作がスーファミ版は難しいかなというくらいでしょうか。やっぱりこう、語り継がれる名作みたいな感じなので。剣道に関してはやっぱり何でもそうですけど、レベル上げとか、ポケモンとかでもそうですよね。まあ、なかなかその辺はどうしても、こういうゲームの特性上、しょうがないところですけど、ストーリーは今のところ、まだなんとかな、見分けがなかなか厳しいですよね。あ、こうしましたね。あ、ボスを倒してもこの周りの敵は倒せるんだ、消えるわけじゃないんですね。負けちゃう人も中にはいるかもしれないと。はい、勝ちました。これでこの大きい星がもらえると、すいません、ちょっと今雑音乗っちゃいましたね。失礼しました。で、この大きい星を、長く、スイッチだと枠があったんで、こっちやろ。あ、なんかこっちで見た。派手な。あ、どうでしたっけ？スイッチ版と、ちょっと比較も。シネスらしき人に報告されちゃうんですね。シャー、いいんですね。これで、まあ、後ろを取り戻した。この、動きのピョンたちは、平時扱いじゃないんでしょうか？軍艦。なんでしょうかね。ああ、そうですね。ライブは、結構前から不定期にやってたんですけど、ちょっと時間が取れるようになったので、マリオ RPG から定期的にやっていこうかなと。今は、まあ、毎日、1時間半ぐらい配信で、たらまおうという、まあ、目標ですね。どうしてもちょっと、運転が合わないときだけは配信できないんで、それはすいません。で、これで、マラのおじいちゃんに会いに行くのに、地下水道を通っていくわけですね。スイッチ版だとすごい迷っちゃいましたけど、今度は迷わないにしたいですね。毎日が、同じギャグであれば、乗りつけるはずです。じゃあ先に進みましょうか。
とうございます。よければあのライブやってるときは時間を何時からやりますっていうのを早めに告知的に来たらいいんですけど、いつはできるわけじゃないので、やってたら見に来てくれると嬉しいです。で、ここでに道具屋さんに行くと、お使いの菓子がもらえるんですよね。コオロギせんべい、まあ、カエルだから早いんでしょうけど、ちょっと怖いですね。まあ、日本でも虫を食べる地域はあるんですよね。私はちょっと虫は食べたことないので。皆さんどうです？虫食べたことあるって方。まあ、なかなか、まだ食べないですよね。ダンシングしまーす。あ、もし、チェキ開けましたね。何？さっとと、星が出る。もし、スイッチ版は、もうスーパーハイ軍団の要素を基本的には引き継いでる感じなんですね。あるマップが、パワーアップ、スイッチ版だとマップ繋がってましたけど、スーパーハイ軍団だとマップバラバラなんですね。じゃあ、そう、ベローブな。まあ、ネタバレしてしまうと僕のミスが、ベローブに食べたことないが、そうですよね。今そうですよねって言ったら、食べている人にね、失礼になってしまうところなんですけど。でもまあ日本では一般的に食べるものではないですから。同じっぽいですね。イタリア人は食べずにいけるね。なんかフラグ、フラグなんですよね。確かここ、見に行くライブですよね。羽を倒した方が、なんかぐらい、ましたかよね。レベルが、スイッチの時にレベルが低いのかもしれないですね。あれ？見に行く。とりあえず、一旦、スルーします。必勝。レベル、レベル上げです。これはレベル上げです。レベル足りないですよね。パワー逃げられないです。あっ、ちょっとツナ後を見せるかも。ミスが出るのはレベルが足りてないからなんでしょうか。だ、毒のダメージがマリオの方が入っちゃうんですね。ほら、別にウェンケルとかではなくて、一旦別の方でレベル上げをしましょう。大きいですね。失礼しました。よいしょ、あれ、よいしょ、よしから、あー、これで帰りますね。レギュラーデパートに入っちゃうんで、
では、また別の話が変わっちゃいますけど、日曜日の朝に、手紙言えば、ずんだもりかきーたんの動画を毎週日曜日朝出してるんですけど、あれ最近ちょっとコメントで、ムカキータやりすぎんじゃないか、私一派ですけど、ムカキータやりすぎじゃないかって言われるんですよね。皆さんどうでしょうか。まあ、ハンピング撮ってみようかなとも考えてるんですけど、ムカキータ、ムカキータやめて他の何かにするかを、ちょっと悩んでるんですよね。じゃあ明日はまだ映画聞いたね。聞くつもりなんですけど。近いうちに別の何か。どっちへ選べしましょうか。気の毛の水路で、水に足を入れて不可能。テレサとパネルベラにすれば。迷わずにメロンなところまで行けるとしてもメロンに立てる気がしないので、あ、そこの他のワグマなんでしょうか。だ、そこまで硬くないですね。硬くはないですけど、ダメージが試して相手の攻撃力が高いのが怖いですね。
これで、どうでしょうか。テアコーヒースーパーハリプータクなったかなーと思います。よし、ここではそう切り替えると、フルドコも復活しててコインがいっぱいもらえるしね。進んでみましょうか。さここでスペシャル使ってみましょう。それで、なさいね。そうですね。それで、今日の動画の話に戻っていきますね。今日は、アニメクイズ、に、買って、確か。あ、正解？終わっちゃいました。なかなか難しいですね。で、今日のお昼に質問聞けたんですね。リクさんの話でした。和室の答えについては動画を見てもらうとわかるので、まあひとマリアでいつさんが言ってきたので、これ誰ですかっていう話でしたね。ボイスボックスは本当にコメントでもいただいてましたけど、キャラクターのもう増えに増えてるんで全部発行する方は難しいかなと思ってます。私も全部、その空で、いるかっていうと、ちょっと怪しいので。結構マイナー、マイナーというかは、あんまり、使われることの少ないボイスボックスのキャラクターも積極的に使うようにはしていますので。まあ、皆さん、誰かなって思ってコメント欄とかで言ってもらえれば、ジャンルリーダーの一応そうですね、ゆっくりだけじゃなくて、まあじゃあ防災音声全部ゆっくりって呼ぶことにしてるんですけど、まあここで言うとボイスボックスはボイスロイドとかは積極的に使うようにしてますって。あ、スイッチはもっと簡単に見たんですけど、これスナイバーはわかんないですね。運営ですね。ああ、聞いちゃいました。これは、スイッチ版でやりやすくなったポイントなんでしょうか。
今本当にわかりませんでしたよね。わかった人います。私は今全然見えなかったので、おしいしっていうのがなんか家の敵を一発で倒せるみたいな、がなくどうするんでしたっけ。ここでしたっけ。あれあれ、もしかしてまた迷っちゃってます。はい、こっちに行って、血の同じところ歩いたはずなんですけど、こっちに行って、こっちのこうですね。これで、あ、行けました。これでボタンを押すと、ただなんか今バネが、あのバネは何でしょう。そっち側の子合いませんでしたよね。だって迷ってないです。迷ってます。迷ってないです。思い出したので許してください。もう一回チャレンジします。残念です。あー、真ん中でした。これで、え、あー、出れるので、これで一旦セーブしてきてね、行きましょうか。セーブして、これでさっきの男は水がなくなっているので、よいしょ、あ、地区で泣けるところに、セーブして、あー、セーブすることはありませんでしたね。わ、セーブして、ですね、スイッチバイオに親切設計になってますね。のことってこの日に来てみたいんですけど、まだ行けない、なんか方法がありそうな気がするんですが、うん、ここは逃げます。うん、まだボス戦なんで、あまり HP を減らしたくないんですが、逃げられましたね。え、あれ、あ、逃げられました。これで、あれ、これもしかしてハマっちゃってます。たっか、どうしましょう。いや、あー、まあしょうがないんで、ビジッとしてセーブポイントから始めてもいいんですけど、で、方法あるんですか。で、もうちょっと後からじゃないといけないとかじゃなくて、もう今取れるんですか。なんか宝箱あったんで、うん、違う、また落ちて、あー、え、同じことを繰り返してしまったらし。今、これは良くないです。今、上行くで砲弾入るって言われて、ちょっと、怪しいますね。いや、別にその、コメントくれた方は何も割れてないんで、私は、あの、勝手に、顔はあってやってたのは、それで、なので、落ち着いていきましょう。こうで、なんで、こうですね。よし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 。これで、
確かジャッキーは元気でしたよね。で、これ確かノルマ貯められちゃうんですよね。食べられないように、食べられないようにというのも難しいんで、まあ食べられるまでに多めにダメージを与えつつ、あ、こんばんは、スピンさんありがとうございます。なあ、あ、食べられないですね。難しになっちゃうんですよ。と攻撃ができなくなっちゃうので、うわまだ回復しなくても、アクションフィニャンドは、あ、食べられちゃいました。半分からのスインキーユットわけでヤーパーでもいける。マザップとかみたいな書いてあります。マザップというサイトをやってるらしいですよ。の、スプラトゥーンの配信スプラトゥーンの動画の方が言ってましたよ。マザップにはいろんな裏技が書いてあるって。あ、アイテムも使えないんですね。これで、水が流れるので、川下りのミニゲームなんでしょうか。まあ、これができるんですね。ですけど、別名は同じですね。マリオちっちゃいですね、これに比べると。スクラの動画でしか、スクラの配信ってことですか、それともスクラの動画ですか。まあ、ちょっとやってみようかな。ただ、スピード動画に関しては、どういう試合の動画とか、裏技の動画とか、ただの配信、やってほしいなって、とであれば、今度、無理一回お休みして、どこかでスピードの配信、もうしてみようかなと思います。配信ですね。わかりました。配信何がいいですか？街灯とか、縄張りとか、視聴者参加型で、みんな集めてやるとか、がいいんでしょうか？あまり経験がないので、さあ、こんばんは。来てくれてありがとうございます。届きそうです、届きそうです。ああ、ダメです。あ、もうなんもないですね。あれ、これもしかして外れの道？フラーもらいましたね。すごいお金が。今と
たのは基本的に普通のスイッチ版と同じ感じでしたね。で、ここからこのタレのやつですね。これが難しかったんですよね。ございます。爆竹、タクフは難しいですね。タクフ読める人、まあすごいと思います。あ、ダメですが。おーい、今情報伝わってるんですね。すごいですね。したことないですよね。さっきクロコの前の時はあれですか。結構前のお話な気がしますけど、行為進めるの大変だな。そうですね、行為進めるのまあ、まあでも時代を受け楽しみたいので、完全に私はわがままなんですけど、せっかくなら、準備法を見てみたいなぁと、なんか変える気
車で混ざってますね。天下はここ玄関なんですか。うわ、これを飛んで、あーなるほど。昔話でありましたよね、稲葉の白うさぎでしたっけ。こんな感じで何に乗るんでしたっけ。ワニ、サメ、サメでしたってね、確か。はい、で、でもピッチはいない。ジャンプが高いんですね。ほーみ、あーなるほど、みんな飛んでいっちゃったと。あーなるほど、なるほど。星が、はい、もう大丈夫です、大丈夫です。じゃあ、一緒にも探しながら、その、風を持って下を倒しでいくって感じで、あとは残しを集めるんですね。で、え、カエルじゃない。ちぃーって重たい感じなんですね。で、いや、衝撃圧、いや、本当にそうですよね。ロールターンに向かうんですね。これ使っちゃいましょう。リムもらったのがマロの武器ですね。はい、はい、これで、マロもある程度戦えるようになるんでしょうか。え、こっちが、ルータが今いましたね。空を見れ、ドレードレ。
がもらえるぞ。整備しときましょう。で、なんかもらいましたけど、ん？2枚しか持ってないですしね。ちょっと、さっき旬教えてはでたくさんすでに楽やめませんって言ったけど、そのぐらいはなんとかできます。
ますか。無限状態。あ、これで俺釣れる。だ、ピッ。え、これ。下ってます。すいません。
が。なんか、彼様に強そうなのはいるんですけど。ね。回復しましょう。あ、こんにちは、さっきゲームさん。初見さんの物質だけごめんなさい。あー、やっぱり一発一発が重たいですね。そこまで硬いっていうわけではないんですね。これのアクションボムのタイミングが難しいですね。レベル上がりました。こっちがウィーしか入ってないんですけど、まあなんとか。でも倒しちゃいますか。まあこっちはそんなにきつくない編成ですね。キープヘッドを押して、全体攻撃は、はい。何考えてるのってスイッチ版だと最初から思いきやしたよね。これが結構違う感じなんでしょうか。よし、倒せました。今日は服のヒローズでしたっけ。ヒローズのレベル足りないって、今がレベル足りない、レベル不足ですか。あーあ、さあ、あでもなんかすごい早く逃げてくれたので良かったです。レベルは足りなくて開けないんでしょうか。取れました。え、なんかいますね。はっ、クッパーですね。え、クッパー、こんだけ兵力入れば。ぜー。え、でもクッパー、ガマになるですよね。あれ？物性はないみたいですね。え、キーは当たらない。なんか、え、やりですか。え、よくゼイラフってワードと言いますけど、え、本当に、うーれひ。で、うん、あれ？そう、お人形遊びしてますね。ポチャンネルでよくお人形遊び楽しいかって言われますけど。
リオは。この世界ではマリオとはクッパの人形が市販されて、あれ、マリオじゃないんですね。ああ、人形と一緒だってことですね。ジャンプすると、冬眠。あ、すかい。血のぼっこカルシアムなの。スマブラに、なんか、あれ？出るとこ出ないとか。うん。とによく名前が上がってた。チードですよね。え、クッパのものまね、うまいですね。で、子供ってこういう時遊びに本気で、ねえ、じゃあ、子供さん一人があんな強く叩いちゃダメだと思います。飛ぶおもちゃですね。で、あの人形、パトルで使えればめちゃくちゃ強い。あ？で、人形をこうやってしまっておくことはないと思うんですけど。どういうふうにしようか。床に時間置きしてます。いるんだとあんまり考えにくいあれですよね。の永久限界。こういう感じなんですね。で、でもあの男の子、あの時の子、馬瓶の大事な人形じゃないんですか。バカバカ。自立してんのか、じゃあ走るけど。テンポイストーリー的な。セーブします。え、誕生した。え、生まれた。いや、なんかキラキラしたのは入ってましたよね。ちょっと続きが気になるところなんですが、話を聞いて、キローズですね。キローズとどの、で、2回目なんです。ムーズに進めるはずです。ブログじゃないです。なので、この、ロードスターンのお話を、スイッチ版で先にちょっとやってから、ってなるかもしれないです。ちょっとまだどこまで進めれるか。進捗次第ですので、そこは何とも言えないです。では今日はここで、おしまいにしようと思いまーす。では、終わりの挨拶ね、あまり、馴染みの前あの、しきば、まあ、皆さん、覚えてください。まあ、ラ・エラスト・スティアーナ、別れの挨拶です。特に意味はないんですよ。じゃあ、エンディング流しまーす。